消費は投票である。本日のゲストは音楽家坂本龍一氏が代表を務める森林保全団体一般社団法人 More Trees の事務局長水谷新吉さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。地球上では1秒間にテニスコート15面分の森が失われてるって言われてるんですね。まず外貨を獲得する手段の一つとしては自国の森林資源、天然資源を輸出して獲得する。アマゾンの伐採の 65% は牛肉生産のために放牧ですよね。我々が日常生活で熱帯雨林にインパクトを与えている要因ナンバーワンがどうやらその牛肉らしいんですけれども、ナンバーツーがパームオイルだということですよ。勝手な正義心で正義感で焼きを切っちゃダメだ、熱帯雨林を守れっていうのは、これはちょっとエゴだなと。なるほど。間違った正義だな。一方日本は木が余ってて、そのモアチュリーズは海外ではどのような活動を行ってるんですか？はい、今ですと僕らフィリピンとインドネシアで植林活動をしてまして、はい、でそのインドネシアの方はまさに僕が学生時代に行ったボルネオ島が、はい、インドネシア領とマレーシア領とこう2つに分かれている島なんですけれども、はい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 、そのインドネシア領の方は現地ではカリマンタン島と言われてますが、その東カリマンタン州という、まあ、島の東側で植林活動をしてます。でそこは現地のオラウータンを保護する財団があって、はい、そこと一緒に植林活動を進めて、まあ、オラウータンが住めるような森を、まあ、再生させていきましょうと。それは伐採によって森が失われてオラウータンの生活活動範囲というかそういうのがこうどんどん減ってって減少してるというところにもつながってるんですか？そうですね、伐採、あとはやっぱりインドネシアで多いのは火災ですね。そのプランテーションとかの開発を目的とした火入れがもう燃え広がって、本来開墾する予定じゃないところまで焼いてしまったっていう、まあ、そういう森林現象が多いんで。いや本当に森林だけっていう問題じゃないんですね。いやそうなんですよ。ちなみに僕らがこの現地で一緒にやってるその財団の敷地がだいたい東京ドーム400個分ぐらいあるんですけれども、はい、まあその一角で僕ら植林活動して、はい、でその敷地内で保護された、例えば森から焼き出されてしまったりとか、はい、ペットを目的として密猟された赤ちゃんのオラウタンを保護したりとかして、でそういう子たちを森に帰れるトレーニングをして、まあ、再び奥地の自然林、天然林にリリースしていくっていう取り組みをその財団をやってるんですね。すごいですね。ああただその東京ドーム400個分の敷地のすぐ隣では、はい、石炭の採掘やってるんですよ。もともとその東カリマンタン州って天然資源が豊富な場所で、石油、石炭、天然ガスとかが取れるんですね。はいはいはい。なのでちなみにまだ使ってるエネルギー源として使ってるところがあるんですか、はい、フィリピンとか。結構中国とか中には日本にも輸出されてるみたいですね。はい、石炭って火力発電所でよく使うんですよ。あ、そうかそうかそうか。なるほど。日本結構今火力発電所の熱源の一つとして石炭かなり依存してまして、まああとは中国とかですね。なので結構ですね、向こうは露天掘りって言っても地表をちょっと削るとその石炭層が出てくるんで、はい、もう土を削って、まず森林を伐採して土削ってその下を掘って掘ってっていう感じで結構豪快にやられてますね。すごいな。こう話聞いててそのうわ本当豪快だなっていうのが分かるんですけども、見たらゾッとするんでしょうね。いやそうなんですよ。もう本当にもう敷地のキワキワまで掘られてますから。うわ、そう。でそのさらに別のキワキワではそのパームのプランテーションがあったりとかですね、はいはいはい、なかなかこう人間の欲望との狭間をこう垣間見えるなかなかスリリングな場所ですね。おお、いやー皆さん伝わりますか、はい、これはポッドキャストを聞いている方はね。いや
その森林だけって注目しても結局森って山とかあとは海とか川とかいろいろなこう関係があるじゃないですか。それこそ日本の森林はよく育つと言われてますけど、それは日本特有の地形ですか、真ん中に山地があって、で雲が山のてっぺんにぶつかって、で雨が降ってっていうのと一緒で、そのエコシステムをまず理解しないとそういう森林の保全活動みたいなことができないですよね。まずどっから始めようとか、それこそ代表として舵取りするときに何をまず大事にしているんですか？そうですね、やっぱりその森林っていろんな要素があって、はい、もちろんその森林生態学的なアプローチも大事だと思いますけど、海外で伐採されるメカニズムってやっぱりそれは経済とか政治とかも関わってくるでしょうし、法律とかもそうですし、ただ僕ら結局今行き着いてるのって人だなと思ってるんですよ。うん、やっぱりその僕ら各地のプロジェクト、国内でもまあ十数箇所で森林のプロジェクトやってますし、海外ではフィリピンとインドネシアでやってますけれども、結局その各地域で森林をどうこうまあオペレーションしていくかっていうのは、僕ら所詮よそ者ですから、地元のまあ言ってみればネイティブの人がどう森と向き合っていきたいかっていうところだと思うんで、やっぱりその地元のコミュニティの人たちがどういう森林との距離感、間合いで取り組んでいくかっていうところが大事だと思ってるんですよ、モチベーションも含めて。なるほど。それは海外の活動で大事にしてるところで、で一方日本では消費者とかいろんな方たちの、その一番自分が水谷さんのモットーといいますか、言葉にすごく共感したのが、消費は投票であるっていう、こうまさにグッときまして、その通りだと思うんですよね。それこそウェルビーイングを語る上で、運動するとか何を食べるとか、日常のたわいのない動作の積み重ねで、やっぱりそれが大勢の人がその些細なことをやっていくと、それは大きなムーブメントになると思うんですよ。それこそ先ほど話に上がったその牛肉の消費なり、安かろううまかろうとか、あとはパーソナルケアプロダクトとかですよね。なんかオーガニックとか地球に優しいとかって、なんて言うと、なんだよ、なんか高飛車なこと言ってとみたいな風潮もあるじゃないですか。結局そういうのって人の意見に左右されるのではなくて、それこそ自分の心情というか、私がこう思うからこういう行動を取るという個人個人がどんどん増えれば、絶対にそれは塵も積もれば山となるじゃないですけど、そういうムーブメントが起こるための一番必要な条件ではないのかなと思うんですけど。いや、おっしゃる通りですね。やっぱりすごく大事なのって、こうなんだろうな、ファンみたいな、こう楽しいとかワクワクみたいなところって大事だと思うんですよ。はい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 。なんかこう、まあ、立木さんずっと格闘技やられていたから、はい、多分ストイックなトレーニングとか、こう減量とかも耐え抜いてこられたと思うんですけれども、はい、多分その先にある何かのためにっていうモチベーションがこう原動力になってたんじゃないかなと思うんですよね。あ、それありますね。あともちろんなんかその勝ちたいとか、ね、そうですね。で一回そのいい経験をした後にまたそれを繰り返すわけじゃないですか。試合は1回2回だけじゃなくてやり続けて、で変な話、ドラッグにハマったりじゃないですけど。いやでも本当分かります。なんか多分水谷さんもそういう活動をしていく中で、きっと現地の人の笑顔とか、なんかそう口では説明できない何かを経験したんだろうなっていうのはすごく自分も感じますね。はい、いやそこなんですよ。でやっぱりその消費は投票であるっていうのは、これも坂本龍一さんも日々言われてるんですけれども、はい、うん、じゃあその消費をして買った食品が、例えばこう体に優しいっていうか、自分の体が喜んでくれると多分続くんですよね。うん、ですからすごくお肉が大好きな人が頑張ってビーガンになると、多分それしんどくて続かないと思うんですけれども、はい、例えばちょっとお肉の頻度を減らしたら、実は体のキレが良くなったとか、寝つきが良くなったとか、
分からないですけど、はい、なんかそういう体にプラスの症状が出てきたりすると、なんか続けるインセンティブになるんじゃないかなと。いや本当そうだと思います、ね、うん、自分も料理大好きですし、お肉も好きですし、でも心がけてるのはというよりもういわゆる食べ放題はあえて行かないようになりましたね。もう必要ないっていうのと、これ将来の理想なんですけど、理想はお肉は自分がハントした、その仕留めた動物しか食べないっていうのが目標なんですよ、やっぱり。いいですね、はい、今それこそブッチャーでもスーパーでも動物をこう屠殺して加工するっていうプロセスを全く見ないで消費してるだけなので、昔の人は全部やってきたわけじゃないですか。その全部の過程をやらないで上から目線でやれああしろこうしろっていうのはやっぱ違いますし、だからこそ水谷さんのような現場でいろいろ活動してる人の声を、生の声がこうすごい心に響くというか、それでまあ長期的にいつの日かって思うだけでも全然違うじゃないですか。多分聞いてるリスナーの皆さんもただ単に自然保護とかそういう感覚で今多分聞いてないと思うんですよ。もっともっと、空高く上から森を見なきゃってまさに思っていただいたらいいかなとは自分も思ってるんですけど、はい、やっぱりその消費って、まあ、食はもう毎日毎食ありますけれども、はい、まあ、それに限らず例えば木材だって、はい、まあ、最近在宅とかオンラインが増えたんで自宅にいる時間が増えたと、うん、だったらじゃあちょっとインテリアも良くしてみようかっていう時に、じゃあ木製の家具、しかもトレーサビリティがしっかりしてる、木材の家具入れてみようかってなったら、まあそれでこう部屋が少し華やかになって暮らしが豊かになったりとかですね、ヒノキのいい香りもしますしね。あ、皆さんショーノートにはモアチュリーズデザインの方でサステイナブルな木材を使っていろんな商品とかデザインがありますので、それこそインテリアがかっこよくなるようなのとかいろいろありますね。皆さんぜひご参照ください。宣伝しておきます。ありがとうございます。あとは自分がこれからそれこそ若い世代たちに大量消費社会の商品を使ってイエーイってインスタ撮ってるのではなくて、もうむしろ森に行ってマイナスイオンを充電してきたのをインスタ映えするくらいの価値観に持っていきたいと思うんですけど、そんな中で海外ではですね、日本語が英語化してるんですよ、ローマ字で、うん、森林浴っていう言葉がもう、はいはいはい、はい、その辺は聞きますか、その、あ、聞きます聞きます、はい、あ、実際に逆に聞きたいんですけど、立木さんの耳にもこう森林浴という、いや、もうワードが入ってきてますか。そうですね、バイオハッカーの中ではもう新曲はあの本当照り焼き寿司と同じくらい有名な日本語です。マジですか。はい、で自分もヘルスコンサルティングするときとかよく使うのは、結局森林浴ってアーシングなんですよね。それこそ 5G とか今 Wi-Fi とかああいうのって磁場があるじゃないですか。であれ英語でノンネイティブ EMF っていうエレクトロマグネティックフィールドっていうんですけど、その地球っていうのは普通に自然の中で磁場があるんですけど、人工的に出た電磁場っていうのはすごい体に悪いっていう研究がいろいろ出てて、すごくプラスイオンを帯電してるのがほとんどじゃないですか、現代人みんな電化製品とかスマホを使ってパソコンとか。そんな中やっぱり森に行って落ち着くっていうのは当たり前なことなので、本当に裸足になって森の中を歩くだけでリラックスできるっていうのは科学的にも証明されてますし、あ、これもショーノートの方にいろいろ論文貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。いや、実際あの僕の仲間でもこの森林浴をちゃんと海外に伝えていこうっていう活動をしている女性もいますので、はい、あ、本当ですか。はい、とってもいい流れですね。いや、だからこういうの本当になんかモアチュリーズの一環として自分もなんか手伝えることあったらバイオハッカーセンター、あ、ぜひぜひ、はい、そうですよね、はい、本家はフィンランドにあるんですよ。フィンランドは日本が第2位で森林大国1位のフィンランドなので、すごく分野が、はい、被ってるので面白いなと思ってるんですけど。そうですね、はい、じゃあ
森に行けない人、まあ今ステイホームとか言ってるんで、はい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 、なかなかこう行けないからどうすればいいのか、まあ、そういう場合のアーシングの一つはやっぱりこう木のフローリングなんですよね。無垢材のフローリングに裸足で触れるっていうのがいいらしいですよ。おお、いやなんか良さそうですね、はい、それだから自宅にいながらも日々アーシングできるという。なるほど、うん、じゃあ皆さん要チェックですよ。なんかなモアチュリーズでなんかやってる、それこそ宮大工のヒノキの何かをオファーするとか、トータルコーディネートみたいなこととかはまだ授業ではないんですか？そうですね、さすがにちょっとまだそこまではできてないですけれどもね。でもやっぱり身近に、まあ、あの木製品以外にも、はい、そうやってフローリングとか家具とかでもっと身近に触れていただける機会をもっと増やしていきたいなとは思って、今いろいろ坂本さんも含めて画策中です。じゃあリスナーの皆さんで我こそはっていう人があったら、もうモアチュリーズにぜひコンタクトしてね。でそれで日本の森林と世界の森林に何かできることがあったら、そこで何か生まれたら他力は幸いでございます。じゃあ最後に健康へのアプローチで一歩が踏み出せないって先ほど申し上げた通り、モアチュリーズの活動をリスナーの皆さんがどのような形でサポートしたら一歩踏み出せますか？ボランティアじゃないですけど、なんかそういうこととかはないんですかね、寄付とか以外に何かありますか？でもやっぱりあのすごく大事なのってまず知ってもらうことだと思うんですよ。ああ確かに、そっちの方が大事。それこそ Amazon の現状と牛肉の関係とか、うん、パームオイルとそのインドネシア、マレーシアの熱帯雨林、そしてオラウタンとの関わりとか、なんかそういうことってあんまり知られてないんですよね。確かに。だからやっぱりこれだけ SNS が発展している世の中で、はい、もう誰しもが発信源になれる、メディアになれる立場だと思うんで、ぜひその皆さんがインフルエンサーとして、もしくはエヴァンジェリストとしてこういう情報を、はい、エヴァンジェリストとしてより多くの方に伝えていくっていう、そのもうご自身がメディアとして広げていただけると心強いですよね。わーすごい。知った上で、はい、アクションする、例えば牛肉ちょっと控えようかなって思うのか、うん、まあいや引き続きもう粛々と牛肉食べちゃいますっていうのか、それはもう個人個人の判断なので。なるほど。知るか知らないかは大きな要素だと思います。ということで、じゃあ皆さんハッシュタグモアチュリーズで皆さんの小さな努力をちょっとねシェアしてたり、それかいっぱい数字持ってる人たちががっつりとムーブメントを起こす、はい、サポートをしてください。じゃあ最後に、これ本当最後にその他的に対して、自分が求めるバイオハッカーセンタージャパンのコミュニティは自らのウェルビーイングを求めて、人生の QOL ですよね、質を高めることにフォーカスした集団を目指してるんですけど、森と人がずっと共に生きる社会を目標として活動してるモアチュリーズを率いる水谷さんに、ぜひ代表としてその自分が今後持続可能で、それこそエコで人生を豊かにするバイオハッキングの価値観を大切にするムーブメントを日本で起こしたいんですよ。それになんかアドバイスというか、今おっしゃったようにインフルエンサーたちに投げかける以外に、モチュリズム代表としてリーダーとしてムーブメントを起こすのにはこういうことが大事だよっていうアドバイスをいただきたいんですけど。そうですね、あの僕もそんなアドバイスなんて偉そうなこと言えないですけれども、あのまあ立木さんも、はい、ちっちゃいお子さんがおられて、はい、僕も今絶賛育児中で、はい、1歳と3歳の子がいますけれども、いやあのそうすると結構あれじゃないですか、こうこの子たちの成人した頃どんな理由になってるかなとか、どんな世の中になってるかなとか気になりますよね。はい、なりますね。はい、なのでやっぱりあのじゃあ今アメリカでは大統領選が終わって就任式がとか、今後株価どうなるかとか、はい、まあ日本も日経平均いくらとか、はい、まあアフターコロナでどう経済復興するかとか、なんかまあせいぜい1、2年後オリンピックどうなるかも含めて、はい、
皆さんのこう関心って本当に目の前になりがちだと思うんですけれども、やっぱりそのふと森林を見るとコツ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 年輪を重ねてこう大きくなってるわけですよ。なるほど。で今僕らが仮に苗木植えても、はい、それが大木になるのを多分僕ら見届けられないんですよね。っていうぐらいもう人間のこのタイムスケールを凌駕する時間軸で森林とか自然って動いてますんで、なんかやっぱりそういう数十年スパンでのこう目線っていうのをこう見つめさせる、見つめる視点をもたらしてくれるのがこの森林とか自然だと思ってるんで、なんかそのもちろん今日明日、もちろん会社員の方だったら今月の売り上げとか今期の成績とか見ますけれども、それも大事ですけど、そういう中長期的な時間って常にこうワープしながら行ったり来たりしておくと、なんかこう常にそういう視座が養われるんじゃないかなと思ってます。いやまさにズキュン来ましたね。いや、いえいえ、本当に確かにそうですね。もうなんか自分も目先のことを考えてしまってました。僕もそうです。僕もそうです。はい。いやでもなんかやっぱ現場でずっと頑張ってきたからこそ、本当に正直な意見をこうシェアしていただいたんだなっていうのを今すごく強く感じてます。いや本当にありがとうございました。いえいえ、ちょっとあの今日はこんな。わけあって近所の公園に来てますけど。いやいやいや、もう時間見つけて、屋外の機会をいただいて、はい。いや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 。じゃあ、ということで、皆さん、モーチュリーズの詳細は、ショーノートに、書いておきますので、もちろん、アーシングや森林浴についての研究や、それこそ血圧が落ちるというような、いろんな科学に基づいた、論文もありますので、ご紹介したいと思います。ということでエピソード10、はい、ゲストは水谷さんでした。いや本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。はい、じゃあ皆さん、モーチュリーズもよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ということでゲストの水谷新吉さんでした。どうでしたか皆さん。終わりの見えない森林伐採や火災、森と私たちの関係を考え直すきっかけになったのではないでしょうか。やっぱり現場でずっとね、森の保全活動をされてきた方の重みをすごく感じました。人間はずっと森から恵みをいただいてきて、で今の我々があるんですよね。でも実際その人間の経済活動がエピソードの対談で皆さんが聞いた通り残念なことになってるなんてね、本当にすごいですよね。オラウータンが保護されてる、その横で石炭が採掘されて、でも火と水を両方見るような、でその中で活動していくようなことをずっとやってきた水谷さんならではの本当に生きた経験というか、それを共有していただいて、でそれを学んだ立木はやっぱりこれはゴールドエクスペリエンスの一つだと思います。で最後に質問しました。バイオハッカーセンタージャパンとして、オーガナイザーとして、キュレーターとして今後どのようにイニシアチブを舵取りをして新しいムーブメントを起こしていくかと。で結局正直立木の中では 1,2 年後とかその近い間、まずここからこうする、こうして、でさらに他の分野のプロフェッショナルとこう組んでこうやって戦略立てればいいんだよみたいなことを心のどこかでなんか期待してたのかもしれませんけど、やっぱり植林して自分がね、もう死んでこの世にいなくなった時に大きな大木になる、そこを見据えて今を生きるっていう、いやそれが大事ですよね本当に。2021年一発目
なんで森をテーマに、しかも世界の坂本の右腕をね、こう召喚して、なんでこのトピックを話したかっていう、その理由が皆さんに分かってくれたらいいかなと思ってますということで、今年一発目のエピソードでした。内容が良かったらいいね、シェア、星5つのレビューをいただけると嬉しいです。スタイフでもよろしくお願いします。 Amazon Music でも聴けるようになりました。今年もこんな感じで配信していきます。同じバイブスを感じる方、 Welcome to Tech Nation。 タテキの黄金の経験をぜひ皆さんの周りの方とシェアしてください。ということで、どうもありがとう。オブリガード。